富山県道25号都並細入線は、富山県都並市から道県富山市に至る、主要地方道に指定された県道である。富山市山田白井谷で。県道25号は左に分岐して京愛路となるため、都並方面へは、県道133号への直進を促している。富山県西部の国道156号と、道県東部の国道41号という、 富山県内を南北に従環する二つの幹線道路を道県南部の丘陵地を経て結ぶルートである。なお、東県道の起点は、指定当初は現在の五郎丸交差点北70メートルあたりで国道156号に接続していたが、1989年の昭川竹下見大橋完成及び五郎丸交差点の改修工事に合わせ現在の位置に移動したものである。 富山県の東西を結ぶ主要地方道であるものの、かつては未舗装で境外区間が多かったため、全区間を通しての往来は困難であった。各所で大幅な改良工事が行われた結果、現在では全区間の約80.7%に当たる 26.033km において、福音 5.5m 以上が確保された改良済み区間となっている。一方で、 富山市山田地域や同市八尾地域、神通川沿岸部などでは、未だ境愛区間が各地に残っており、このうち富山市山田清水同市、山田小島間においては、一車線に満たない箇所も存在する。なお、この区間は冬期間閉鎖される。ありがとうございます。